腕は確かか。ああ、お前もな。はい、どうもニーナです。それではスターウォーズジェダイサバイバー、お久しぶりとなりますが、2週目行ったんじゃないのか、2週目もついにここまで来たのかと皆さん思ってると思いますけれども、すまん。ちょね、ストリートファイター6ワールドツアーモードの全ての師匠と戯れてる間にね、時が経ってしまい、そこは非常に申し訳ないと思っています。しかしね、我々の進行が止まったこの、はい、出ました、ケイジバグ。どうやら本日でいいのかな、一応6月20日パッチというね、パッチによってこの賞金首のバグを修正したという話伺いましたので、賞金首を倒しに行く云々はともかくとして、まずそのバグ自体が治ってるかどうかを確認したいなと思います。以前はもう刑事にそもそも話しかける項目自体がなくなってて、どうなんですか。治ってるといいんだけどな。まあ治ってなかったら2周目に向かうんですけど、俺も嬉しいよ。とりあえず見て、ケイジのとこ話しかける項目あるよ。やあハンター、ハクシオンの猟犬バスリンマーツが山であんたのことを嗅ぎ回ってるよ。こいつは部下のステルス部隊と一緒に行動するから奇襲に注意だ。了解だ、援護は頼むぞミディ。そのチビドロイドも悪くないな、まあまあ気に入ってきた。うおみんなみんなイベント進むんですけど、治ってるぞ。治ってるんですけど。というわけでね、結構この刑事のイベントが終わらないがゆえにトロコンができないなんていう人もね、結構いたと思いますので、なんと刑事のイベント進むようになってますね。これは皆さん、やっとスターウォーズジェダイサバイバーを最後までプレイできるという人も多いと思いますので、まあ私も賞金首を全員倒し、ドーマの店にいるあいつ、ラスボスとの戦いに挑んでいきたいと思います。まあ今回は一旦ね、ちゃんと治ってるのかどうなのかというのを確認するための動画となりますけれども、これでこの賞金首のあれも終わらせれば私も終わりに近づくということで、皆さんもね、この賞金首のところで止まってた人は今回の6月20日パッチによって修正されておりますので、ぜひぜひ皆さんまたプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。